皆さんこんにちは、ダンクマヨシです。はい、というわけでもう NBA が開幕して早10試合くらいがねもう過ぎているんですけど、もう大体各チームがねどんな感じかっていうのは見えてきており、イーストに関してはシーズンの開幕前からハーデンのことでゴタゴタしていたセブンティシクサーズが8勝1敗で1位、そしてそこに8勝2敗でボストンが続いていて、その後ろはペーサーズとヒート、そしてバックスが6勝4敗で同率。セブンティシクサーズがね確かに開幕前こそはハーデンのことでいろいろあったんですが、蓋を開けてみたらね、ケリー・ウーブレイ・ジュニアなんかも調子が良くて本当にいい感じに見えてますよね。そしてそれ以外で今のところ予想外にいいところがペーサーズやマジック。マジックはねここ数年間に関しては全くプレーオフにも行っておりませんでしたが、思ったよりもパウロ・バンケロやフランツ・ワグナーがねいい感じですね。そしてウエストに関してはナゲッツとマーベリックスが8勝2敗で首位に立っていて、その後ろがウルブスで7勝2敗、そしてその後ろが6勝3敗でロケッツが続いていて、その後ろは OKC の6勝4敗とキングスの5勝4敗、そしてウォリアーズの6勝5敗と続いていますが、この後ろがね最近も勝率がやっと5割に復活できたロサンゼルスレイカーズ、そしてその後ろがサンズとペリカンズで4勝6敗となってるんですけど、とりあえずここまで見てみて、ナゲッツに関しては完全な想定内でも、その後ろのマーベリックスに関してはね昨シーズンの終盤はカイリー・アービングが入ってきてなかなかね噛み合っていなかったんですけど、今のところは8勝2敗ということでウエストの1位、そしてその後ろをサプライズという意味ではロケッツが食い込んできていて、いや思ったよりもねコーチと選手たちが噛み合ってる感じですよね。なんかオフシーズンの時はねそのディロン・ブルックスとフレッド・バンブリートがかなりの大金をもらって入ってきたからなんか微妙な補強だと言われていましたが、蓋を開けてみると二人ともかなりいい感じで、あとはシェン軍もねかなりいい感じで、おそらくこのペースだとねオールスターに行くんじゃないですかね。そしてあとはオクラホマも思ったより勝ってる感じで、でもその後ろのレイカーズとサンズに関してはあれだけのスーパースターたちがいて、そしてこの結果なんでちょっと期待外れって感じですよね。でもそれ以上に最近話題となっているのがそうロサンゼルスクリッパーズで、彼らは現在3勝6敗でウエストの11位となってるんですけど、なんとジェームス・ハーデンが入ってきて以来今のところ4連敗。まあだからこれに対して最近メディアもファンもねボロクソ言ってて、特にクリッパーズファンも多いと思うんですけど、現地ではかなりボロクソに言われているようですね。でもまあこれに関してはパトリック・ベバリーやカイリー・アービングも言っていましたが、その彼らのケミストリーを見つけるまで結構時間がねかかってくると思うんで、まあ判断するのはその後でいいんじゃないかと思います。っていうのはまあね今回入ってきたジェームス・ハーデンを筆頭に、あとはウェストブルックやポール・ジョージ、カワイ・レナードも結構その自分がボールを持って試合を進めていくっていうパターンがこれまで多かったんで、そういった背景もあってね今の現時点ではなかなかそのリズムを見つけるのも難しいんじゃないかと思います。いやもちろんその選手によっては移籍してすぐにそのケミストリーがいい感じになっていくパターンもあるとは思うんですけど、昨シーズンのカイリーとルカみたいに移籍してなかなかねその噛み合わないっていうパターンもあるわけであって、でもあれからね現在マーベリックスはあんな感じになってるんで、クリッパーズに関しても今はただ時間が必要なだけだと思います。そしてもちろんこの件に関してはねジェームス・ハーデン本人もがっつりと話しており、その内容は自分個人としてはまだたったの 3,4 試合くらいしかやってないんだ、しかもトレーニングキャンプもやっていなかったしプレーシーズンの試合もプレーしなかった、だからまだ全てが自分にとっては早すぎるように感じている、だからこれからまた自分の立ち位置を確かめるためにだいたい10試合くらいは必要なんだと思う、チームのみんながこの件に関してはなんととかしようとしてるんだ、そしてもしも答えを知っていたらとっくに修正している、俺たちはみんな一緒に戦っていてどうにかしようとしているんだ、しかもみんな前向きにやろうとしている、だがもちろん連敗をすることはとてもきついけどチームのみんな一緒に戦っているし大きな目標は分かっていると、以上ジェームス・ハーデンがこのようなコメントを残していましたが、やはり彼としてもねもう少し時間が必要みたいですね。そしてこの件に関してはポール・ジョージもコメントを残しており、その内容は選手はみんなイラついているべきだ、試合に勝てていないからね、でも自分たちはどうにかしようとしている、このロッカールームの人たちはみんな兄弟だしコミュニケーションはしっかりと取っていかなければいけない、でも本当にこれを乗り越えていくためには何とかしていかなければいけないと、以上ポール・ジョージはこのようなコメントを残していたんですが、かなりフラストレーションが溜まっているのがわかりますね。そしてこの件に関してはカワイもコメントを残しており、その内容は前にも言ったがこの4人はこれまでずっとボールを持っていることに慣れていて
そうやってリズムを掴んでいたんだ。そしてそれはクリッパーズの試合を見ていてもわかると思うし、もっと言うなら昨シーズンのルカとカイリーもそうだった。だからただ単にケミストリーを構築していくしかないんだ。だけどプレーをすればするほどだんだんと分かってくると思う。例えばこの選手はこのスポットが好きなんだとか、リズムの掴み方とか、あるいはその選手にとっての勝利への貢献の仕方とかねと。以上、カワイ・レナードはこのようなコメントを残していたんですが、まあ、本当にハーデンもそうだったんですけど、時間がまだまだ必要なんだっていうのがね、伝わってきますね。でもクリッパーズの次の対戦相手が昨シーズン王者のデンバーナゲッツで、そしてその次が最近絶好調のロケッツと、なかなか厳しい戦いがね、続いていきそうですが、なんとかリズムをね、少しずつ掴んでいってほしいですね。まあ、本当に経験の部分に関しては間違いないと思うし、それだけにね、プレイオフに入ったらとても強そうだから、なんとかね、そのレギュラーシーズンの間にリズムをね、掴み切って、プレーオフに滑り込んで、そこでケミストリーが完成したらね、とても面白そうですけどね。はい、というわけで今回はね、最近絶不調のクリッパーズについて一緒に見ていったんですが、皆さんはこの件に関してはどう思いますか？コメント欄で教えてください。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。